サイレントヒルワークスマニアックチャンネルへようこそ。今日は、長金の最終、仕上げ。はい、大丈夫？はい、頑張ります。頑張ります。やるしかないもんね。はい、で、だから、3回連続、前編、中編、後編か、はい。2時間ぐらいの動画。そうですね。うん、になりましたね。はい、多分なりますね。はい。うん。で、端折っちゃってもいいですけどね。まあまあまあ。お任せします、編集は。そうだね。はい。とりあえず、今日終わらせて、はい。ちょっとね、うん。あのね、車。ん？をね、作る話。ああ。がね、ちょっと進んでるわけ。あら。あら、なんだあら、本当に？そう。あら。まあ、それはね、まあうん、次の動画で、詳しく、はいはい、ちょっと話したいなと思います。はい。はい、ということで、よろしくどうぞ。で、これ、うん、これね、うんうんうん、ねじったやつ。はいはい、で、ここで、パツンと切れば輪っかになるから。二つの輪っかだよね。そうそう。うん、で、ここを切る。ね。これで切るんだね。そうそうそう。メガネ持ってきた。あ、持ってきたね。ああ、持ってきた。そう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 。ここだね。そうそう。すげえ硬いよね、これ。硬い。あ、怖えな、指が。大丈夫？大丈夫。俺切ろうか？ちょっと貸してみな。いや、すげえ硬いじゃん、これ。硬いよ。何？じゃ、ちょっと。よっ。ちょっともうちょっと待って。俺切るよ。うん。いい？うん。なんだ、どうした？え？どうした？切りました。はい。硬いなと思ってるから切れなかったかな？そう。多分。で、輪っかをちょっと整えてあげて。うん。何でやったこれ？手でやった？違う。そこら辺の丸いやつに入れて、ここら辺の丸いやつでもいい。で、それでもいいし、これで整えてもいいし。ああ、これでこう、丸める？そうそうそう。いや、これもさ、難しいじゃん。ちょっと貸してみな。何？ダメだよ、ここでやったら割れちゃうから。ああ。何？すげえ。ちょっと持ってて。俺は手でやっちゃうけど。そうでしょ？なんかね、なんか手がもう出ちゃった。ああ。これは、ちょっと待って。やばいなぁ。これは、これね。うん。ギャって。これついた。やっぱ、違う。何が？シャバーニじゃん。シャバーニだもん、俺。シャバーニだろ。で、あとは、で、こうやって、これもうついたでしょ？やばいな。手の力がありすぎだな。握力がね、ひどいからね、俺。あと、硬いから。そうね。うん。グローブしてるもんね。そう。波の形じゃないからね、俺。うん、厚みと。そうだよね。うん。革手してるみてえだもん。そう。ちょっと待って、これなんかおかしくなっちゃったな。まあ、とりあえずこれね、一個。うん。はいはい。ちょっと待って。で、今さ、うん、これ作ったでしょ。うん、うん。ああ、俺も。フラックス、ここの、つなぎ目につけて、うんうんうん。で、ここに、銀狼があるから、はいはいはい。これをちょびっと。それを挟むね。そう。で、ここの上でやる。はい。了解です。はい。いいね。
難しい？見えない。挟むの難しいでしょ。うん、難しいね、これね。うん、お。お。お。入んないね。入んない？うん。俺、隙間空いてるよね。そこをうまくやるわけですよ。すごいな。うん、ちょっと待ってよ。よ。無理？無理だね。入んねえね。じゃあ、ちょ、俺は。何？これね。これ。うん、あ、どっか行っちまったぞ。見えない。見えないぞ。見えないんだよね。見えないんだよね。あ、いたいた。俺、裸眼だからね、今。あ、あの、メガネしてないからさ。見えるそれで。うん、あんま見えねえな。うん、見えない。多分ここで合ってるはずなんだよな。見えないぞ。あのね、全然見えないぞ。見えないよね、細かくてね。そう。いや、上からメガネ持ってこなきゃダメかも。ちょっと待って、見えないな、本当に。ルーペ？見えない。どこだ、切れ目。ここか。じゃあもうさ、このままさ、上からつけちゃおう、こうやって。ああ、上に置いて？うん。じゃあ俺ちょっと見本見せるから。とりあえずね。うんうんうん。挟むのが一番楽なんだけど、これのやり方教えてないよね。うん。こう乗せました。ここね。うんうん。行くよ。はい、ついた。ほら、こうついた。おぉ、早っ。うん。だから、挟まなくても別にいいんだけど、挟んだ方がまあ、そこに、そう。入りやすいもんね。そうそうそう。で、こっちはじゃあ、先に、うん。入った。やっぱメガネ持ってこなきゃダメだね。そうだよね。うん。ちょっと待ってよ、これで。これ、だから先に挟んどいて、うん、フラックスつけるじゃん？はいはいはい。そうすりゃ、そうだよね。そこで広がるだけだもんね。そう。で、これで火かけてあげれば。うん、はい。で、杉山くんがやると。はい。はい、やってみまーす。よいしょ。よいしょ。結構むずいでしょ？むずい。むずい。ほんとむずい。このもんか。もっと、ね、絞っていい。そう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 、それぐらい。遠近感がないさ。うん。溶けたね。溶けた？溶けた。溶けた。うん。グーですね。よし。これで、この缶を、これにつけると。ああ、そうだよね。ね。うん。あ、そうか、そのまま、あれでよかったのか。ちょっと待ってよ。先に。そうそう。こっちやっちゃうか。これで、向きがちょうどその溶かしたとこだよね。そう。じゃ先に、うん。母体。母体の内側？うん。ここら辺。まあ、ここら辺を温めて、はいはい、うん。あ、ああ、ごめん。うん。で、温めて、うん、で、このフラックスが蒸発し始めたときに、うん、こっちを温めれば銀炉が流れてくれるから。はいはいはい。はい。OK です。ん？見えにゃな。ん？ついてないね。ついてないか。
お、着いたか？着いた？ん？やべ、俺鮮明じゃねえな、見えねえな。じゃあちょっと一回確認しよう。その辺でピッて溶けたように見えたけど、ついてるかがわかんねえ。あ、ついたね。ついてる？ついた、ついた、ついた、ついた。ついた。ついた？うん。ついてる、ついてる。なんか、微妙なつき方か、でも。ちょっと俺確認するよ。なんか、あ、はい、つきましたね。はい。輪っか。はい。で、チェーンを通す缶を作らなきゃならないから、うん、はい。ぐるりとあれで、ひし形に。ひし形に、長細いひし形で作ります。うん、はい。これで、あのね、缶で作る。一個俺じゃあ、わかんないよね。そうだね。うん、じゃあ俺一個作る。でかさのイメージも、ね、あれも、ひし形だっていうのはわかるけど。うん。ちょっと。一つ、ちょっといいよ。一つの大きさが、うん、いいよ。あ、こっちで来ていいか。こんな感じ。で、はいはい。これを二つにするじゃん。うん。なんか。そしたら、これ後で溶かすからね。グズ銀ね、うん。で、これを、こすんの。はいはい。こんな感じ。ソロオールってことだもんね。そうそう。ってね。そう。で、最初にちょっと整えてあげた方のが、うん、後々楽だから、はいはいはい。ここちょっと角取って、うんうんうん。ね。うまいね、これ。うまいね。やっぱ職人だね。忘れてないね。うん。ほんと十何年ぶりだったけど。こんな感じ。はい。で、もう一個作ってください。はい。やってみまーす。これ使えたね。うん。こっち切んな。くず切んでよかったっすね。ね。で、これを同じように。はい。やってみまーす、はい。やってください。はい。細いな、結構。どっから見てたらそんなでもねえかなと思ったけど。意外とね。うん。うん。しかもこの熱いやつだから硬いら？硬いよ。だよね。うん。ああ。硬い硬い。これやばいな。これやばいタイプだな。切れる？うん、切れる。あ、切れるね。うん。指切んないように。うん。指切ったら隠すよ。切れてないよ、つって。うまいじゃん。あぶねえ。あぶねえ、うまいじゃんって言うから。あれ、ちょっと足りねえな、これ。切るのが。この辺か。もっとこれ切んなきゃダメだな。この目毛がまだ難しいわけ。うん、難しいよ、これ。もっとだな、もっとだな。そうそう。輪っかの中に入んなきゃなんないからさ。先っぽが。そうか、もっと、もっとあれか、ちっちゃくこっちをしなきゃダメってことか。うん、うん。先細りにするってことね。そうそうそう。まあ、後で、ヤスリでね、整えちゃえば。うん。いいね。こっちももうちょっとか。石型になってねえな。こんな感じ？いや、全然形違うわ。あと、やすって、整えて。うん。うん。やってみまーす。はい。普通に、あれ、それいいだけ？そう。で、今硬いから、焼き直しして、うん、で、曲げる。はーい。うん。
やべ。待って。うん。うん、右足も、うん、そうそうそう。上げて、もうちょい上げて。で、左、うん。ん？これ、あれか、折れ曲がってんのか。おかしいと思った。あ、だいぶ開けたのに来ねえなと思ってさ。おう。うん、うん、まあ、この辺の、いいのあれば平気だから。そうそうそう。うん、赤くなるからさ。うん。ああ、これか。うん。はいよ。はい。はいよ。はい。これでもう水つけちゃっていいから。すぐつけちゃっていい。つけちゃっていい。よいしょ。これすらもうほら、取れないで。立体感がねえからさ、ダメなんだよ、これ。もうほんと困るんだよね。いいね。うん。よし。で、それをね、丸ける。そこら辺の丸いやつ。うん。適当に。あ、適当でいいんだっけか。そう、適当に丸いやつ、そこら辺の使って。この辺のでいいか。で、指で曲げるの。そう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 。指で曲げんの？そう。さっきよりは柔らかいけど、でもまだ。硬い？硬い。ちょっと焼きの間違いだったのかな？足りない？ちょっとかして。こんなもん？これを。うん。すんげえ簡単に曲げてるけど、硬いっすからね。皆さんね。これを持って、こんな感じ。はいはいはい。ね？うん。これ、洗濯くっつけちゃうんだっけ？で、うん、違う。で、うん、これは、ね。間にあれ挟むんだっけ？あ、ごめん。で、今、はい。ここの缶をね、うん。もう、銀炉入れて、フラックス、うん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 。こっちもやりました。はい。で、これで火をかけて、うん、溶けたらもうすぐ火。うん。外してあげれば、うん、もうこれ缶つくから。でも、あと石入れて、磨けば。叩くんですよね。そう。はい。そんな感じで。はい。さあ、これ最後の炉付けだから。はい。よっしゃ。よっしゃ、行きます。楽しみだね。はい。よいしょ。奥さん、お喜びだぜ。よかったです。これじゃあれじゃん。娘からの株も上がるぜ。上がるかな？上がるさ。父ちゃんすげえなんて言うよ。うちなんかほらもう当たり前の話になっちゃってるから。いきますよー。いいね。うん、いったね。いたかな？うん。うん。うん？いた。いた？と思う。うん、なんか今溶けてヒャーって広がったけど。うん。うんうん、いってる？見して。あ、そう。あ、言ってないね。俺。あ、言ってない？携帯越し見てたから、そっちは言ってるはず。あ、言ってねえか。うん。これ、じゃあもう一回あれだね。そっちの大きいの言ってるか。熱いじゃん。熱いじゃん。あ、危ねえ。そうだ。ごめん。水入れてねえじゃん、俺。危ねえ。うん。こっちも言ってない？ん？あ、言ってないね。あれ、言ってないかい？うん。じゃあ、いいね。はい。ついたね。はい。つきましたね。はい。これで、磨く。はい。あ、先に磨くんだ。とりあえずね、ある程度磨いて、はいはい。ここら辺にさ、うん、あれがついてんの。ん？ほら、フラックスの。あ、はいはいはい。これら磨いて、サンであれしても、
いいんだけど、うん、磨いちゃっていいから。ペーパーで、うん、うん。了解です。で、しこたま磨いて、うん。で、一緒。あれこれでいいんだっけ、はい、それで大丈夫。うん。じゃあ、頑張ってください。はい、磨きまーす。はい、今は、はい、奥さんの、しこたま磨いております。はい。そうですね。うん。磨いて綺麗にね。うん。愛情を込めてね。はい。はい。やってますよ。うん。それで、ある程度取ったら、うん、こっちの600番で一回磨いて、はい、うん。うん。で、磨いてあげれば、バフかけ、はい。うん。うん。まあ、その前に石入れてから、バフかけしてもいいと思う。うん、はい。はい。あ、全然。はい。だから今、台座ね。台座。はい。これ見えないね。見えない。見えないね。はい。これ。この前の、アクリルの。アクリルのあまり、はい、ちょっと高さを、増すのに。はい。すごい ね、ぴったりだね。ぴったりでしたね。うん。さすがだね。測っちゃダメだね。うん。測ってないのに、適当に切ってぴったりだったって。はい。で、それを入れる。はい。ズボッと。ん？そうそう。あ、もう入ってるのか、これ。入ってる、入ってる。入ってんだ。うん。はい、入ってる。あ、いいね。はい。入りましたね。入りましたね。うん。で、これを、うん、ここの覆輪を今度、石を止めるのに叩かなきゃなんないわけ、うん。はい。またそれが難しいわけです。ですよね、はい。で、とりあえずこれ置いといて、うん、で、今度こっち。あ、はいはい。うん。はい。で、アクリルをね。そっちはね、いらないかもしれない。いらない？うん。熱いから？入れとく？入れとこうか。はい、でもいらんねえかな。ちょっと入れとこうか。うっす。入れとく？うん。はい。で、杉山くんのは俺がちょっと、ちょっと叩くから、はいはい、うん、奥さんのはやりなんで、うん、ここのね、ハズラ、ここを、うん、ここの角。うわ、怖っ。ガンガン叩いてんじゃん。うん。こう。あれ、石叩いちゃったら割れちゃうの？うまくやらないとね。危ねえな。そこ以外のとこ指でカバーしとこ。指ならぶん直ってもいいけど。まあそう簡単に割れないけどね。割れない？うん。俺割ったことない。まあ石叩かないから。だよね。そう。この覆輪を叩いてあげる。多分ね、専用のね、道具があると思うの。俺ね、よく知らないんだ。本当はさ、うん、ハンマーの先端がこういう感じになってるな。かもしんないね。俺ね、独学だからさ、全部。ああ。結局誰にも教えてもらってないから。そうだね。そういうの叩くやつって、底面がちょっと出っ張ってたり丸くなってるよ、ね。と思うの。だけど俺はこれでやってるんだよね。から。うん。これでもう閉まっちゃってよ、ほら。全部。ああ、ほんとだ。で、まぁ、ちょっとここが足りないか。うん、いや、すげえな。危ね危ね。怖っ。もうこれで、ほぼほぼ閉まってるはず。もう絶対落ちないし。もう、ほら。ああ、ほんとだ。ね？うん。で、奥さんのは、はい、やってあげてください。はい。はい。はい。できたね。うん、できました。ありがとうございます。はい。これだから。さあ、今の、俺左で打つんで、左で。あ、なに？左利き？そう。あ、そうなの？そう。知らなかった。投げたりね、叩いたりが左。ええー。書いたり、箸持ったりは右だけど。恥をかくのはどっち？全部。全体。全体？背中かくのは？背中かくのは？うん。背中かくの？両手。両手。両手。これさ、深いから結構あれだね。うん、大変かな。うん、大変だね。奥さんのはやりなきゃダメだよ。うん、うん、やりますよ、うん。頑張りまーす。指を、そう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 。そう、だからここ、石を叩かないように、そうそう、てめえの指だったらまだね。そうそう。うん、ちょっと実際叩いていっていいんだけどね、うん、爪の先がね。まあいいや。愛する奥さんのためだから。うん。
そうそう、もう指なんて取ったことない。俺なんか言わ、いいの愛してるよって言わなくていいの。いやいや、もう言わずとも分かってる。あ、そうなの。いや、分かんねえ分かんねえ。そんなことはねえな。ヤギさん怒るぜ。すいません。今日いないから、うん、だけど。いいね。うん。いけましたね。うん。で、これで、磨いて完成。うん、はい。磨くのは手でもいいし、うん、まあ、機械でもいいし、はい。どうしようか。手で、やれるだけやってみましょうか。うん。うん、はい。コンパウンドつけて、はい。磨いてあげれば。はい。了解です。これで、はい。これ。これね、はい。はい、どうですか？はい、バッチリです。見せて見せて。バッチリです。あー、はい、いいね。磨きましたね。いいじゃん。はい、初めて作ったにしては。いいんじゃない？はい。はい、これはね、一つの石を二つに割って。はい。作ってみましたね。これも、はい、奥さん喜ぶよ。はい。うん。一応ね、ペアで。奥さんにあげんだよね。そうです。多分、あれ、奥さんじゃねえかなあれ。奥さんです、奥さんです。はい。で、次はね、うん、やけさん。はい。に幸せが訪れたら。はい。ぜひ。はい。第2弾ということで。第2弾でね、やけさんに、はい、さんあの、マスク被りながら。はい。あ、だけど、その時あれなのかな、マスク外してじゃないとダメか。っていうか、素顔公開になっちゃうね。あ。やばいかな、うん。じゃあ、目のとこだけ外して作らす。そうか。うん。うん、この辺からこうする。ね、そうだね。まあ、だけどね。はい。初めて作った感じには思えないかな。はい。ありがとうございます。まあ、先生がいいからね。うん。本当です。先生がいいからです。はい、まあ、よかった。はい、結婚25周年にね。はい。間に合って。はい。うん。お疲れ様でした。はい。ありがとうございました。はい。はい。無事にできました。はい。できました。できました。本当にお疲れ様でしたね。はい、ありがとうございましたね。初めての割にはね、良、はい、かったんじゃないかな。まあね、あ、ちょっと目も悪いところもあるけど、はい、まあ良かったかなと。はい。うん。まあ先生が、先生がいいかも、ね。そう、教えていただきながら。はい。先生良かったです。本当、はい。皮もね、教えてた部分もあるし、うん、はい。だけどこれ、慣れてくれば作れるようになるからね。うんうん。うん。そうですね。そうそう。慣れてくれば。そうそうそう。で、彫金、もう、うん、また、ちょっと復活しようかなと。はいはい。いろいろね、水面下で、うん、今、ちょっととんでもない感じな話になって、はい。はい、ちょっとやばい、はい、ちょっとやばいんですよ。うん。うん、いろいろとね。うん。本職に戻っちゃうのかもしれない感じ？はい。はい。ちょっと話の流れだと、うん、そんな感じしない？うん。なってっちゃうのかな？なっちゃうのかもね、また。はい。まあだけどね、僕はね、サラリーマンを辞めないから。はい。あくまでも、二足のわらじ。はい。二足、二足目のわらじの方のが儲かるかもしれないけど。うんうん、かもしれないですけどね。そうそう。だけどね、僕はね、安定を求めるから。はい。安定を。じゃないと、うん、ね、やっぱね、一本にしちゃうと、うん、俺、ほら、アクセサリーとかのお店やってたけど、はいはい、やっぱね、お金を追いかけちゃうわけ。はいはいはい。お金を追いかけちゃうと、うん、気持ちに余裕がなくなっちゃって、うん、作るものにも影響も出るし。そう。で、お金のためにやらなきゃなんないって頭になっちゃうと、いいものできなくなっちゃうの。わ、はい、かりますわかります。だから俺、カタコナに、うん、みんなにバイク屋さんってカスタム屋さんやればって言われて、だけど、うん、俺は一切やらないよって。結局自由な発想で自分の作りたいように作れなくなっちゃうんですもんね。そう。そう。だから、サラリーマンは堅くなに辞めないっていうところはその部分。うん、そうですよね。だから基本的な部分ですもんね、そこは、ね。そう。だってサラリーマン楽だもん。ものすげえ楽。本当に。もう。まあね、基本のあれがね、ずっとこう淡々とね。そう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 。で、しかも俺、仕事嫌いじゃないからさ、うんうんうん、今の仕事、うん、物作る仕事じゃん。はいはいはい。合ってんだよね。合ってますね。実際のところ。うん、だけどまあ、ここでね、ちょっとアクセサリーの方で、どうなるか、うん。はい。本職に戻っちゃったとしても、はい。仕事は辞めない。はい。あくまでもサラリーマンは辞めません。はい。まあね、とりあえず。その基本にね。そう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 。やれることをやってね。そう。まあ、あとね、本当に決まり次第、うん、
うん、動画の方で、はい。ちゃんとお話ししようかなと、はい。思っております。はい。まあ、本当にお疲れ様でした。あ、いえ、ありがとうございました。またね、奥さんに渡した時の状況をね、ちょっとね、またね、後日、はい。どんなだったか、はい。聞きたいなと思っております。はい。はい、ということで、はい、ありがとうございました。